駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大全です。でね、今回はというと、こちらの手動両替機の中身の仕組みを詳しく紹介したいと思います。こちらの機械はね、電気を使ってないことで有名なんですけど、その仕組み気になりますよね。まあ機械好きにはたまんない動画ですよ。それではね、レッツラゴー。それでは手動両替機の中身の仕組みを詳しく解説したいと思います。ではね、鍵で扉を開けてみましょう、ね、中身はこんな作りになってます、ね、10円玉がぎっしり5列でね、入ってますね。こっちの扉側がね、シンプルですね。このとこにね、なんかシールがあったりますね、これね、昭和55年の9月12日に作られたっていう、まあ、証明ですね、で、こちらの10円のね、5列の塔。これ大体ね、まあ、1100枚ぐらいかな、10円玉。金額して、まあ、1万1000円ぐらいですね、約。これがね、まあ、5列なんで、まあ、2枚ずつね、スライドして出てくるって感じですね。それで、こちらがコインセレクター。ね、型番が N560 って書いてありますね。で、下がね、このギアですね。ハンドルとシャフトの連動中のギアですね。100円入れても回るようになって、でこれがね、こうスライド式になってて、まあ往復するようにピストン運動するんですけど、それでね、まあ2枚ずつこの、なんていうのかな、踏み板から2枚ずつ10円玉を5列落として10枚両替として出すって感じですね、ではね、実際にどんな動きをするのか100円入れてやってみましょうか、ね、これね、100円を入れるとね、ガチャガチャガチャっていってここに来ましたね。でこれね、さっきは回らなかったけど、これ100円が入ったことによって、これね、奥の方に100円見えますかね。これ100円がね、隙間から見えると思うんですけど、入ったことによってこれが回るようなんですよ。で回って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 、パッと出てくるとね、そういう仕組みになってますね。じゃあもう一回行ってみましょうか。ではね、100円ちょっとね、ここ100円が通りますんでね、こういう感じで通って、ここにセッティングされて回るようになって、今度はじゃあローアングルでね、こっから、これなかなか見えない角度ですよね、出てきますよね、この両替機ね、4枚まで先行投入できるんで、それもね、やってみましょうか。なかなか見れない映像になると思うんでね、このセレクターのところ見てくださいね。2枚目、3枚目、4枚目と。でね、これ、まあ、ストック機能。まあ、ストック機能ってわけじゃないですけど、これ、要は待ち行列で並んでるだけですね。これ、100円玉見えますかね。1枚がこのギアのところに入って、2枚目。で、3枚目がこの辺かな。で、4枚目がちょっとここに見えてますね。この穴ぼこのところ。見えますかね、これね。この辺にね、見えてますね。で、4枚、もう1枚入れると、これもう、これ待ち行列でいっぱいなんで、これ弾かれてね、戻ってきちゃうんですよね。ではね、4回転行ってみましょうか。いきます。ました。でね、4枚出したらもう回らないってことね。で両替した100円はここにね、金庫に入れて、ね、隙間に。でこれね、両替したお金が、今600円分ね回したんで、まあね、こんだけ減ってるって感じでね。でこれね、重りがついてますけど、これね、重りこれね、実はね、これどういうことかっていうと、これ鎖を伝っていくと、さっきのね、蓋のとこに行って、こういう感じで、ここに連動してるんですよ。で、これ何かっていうと、この重りがどん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 下がって、ね、両替して下がっていくじゃないですか。そうすると、まあ、10円切れになっちゃうんで、この重りが下に来ると、これね、見てくださいね。じゃあ、重り下げますんで、こういうふうに、ね、どんどん両替して10円が下がってた。今、カタンってなりましたよね。で、これ、カタンってなったのは、これね、要は、まあ、両替中止になったんですよ。で、これね、これ、シャッターなってて、これ、100円が入らないようになって、まあ、両替する10円がなくなったら、
まあ、飲み込まないような仕組みですね。これも電気なしでやってるとかすごいですよね。で、まあ、これ、10円補充したら、戻して、で、こうやってこれをね、入れてやると。そうすると、これがまたね、両替中となって、両替できるって感じですね。よくできてますよね、これ。でね、他の、まあ、今時のこういう両替機もあるんですけど、この両替機はね、10円玉ジャバって入れるだけなんですよ。ホッパーっていうところにね。それサラサラサラって払いやすいんだけど、たまにこう、スタックしちゃうときなんですね。どうしてもこう、10円玉が。そういうトラブルがあるんですけど、こっちのね、手動両替機。電気使ってない割に、ほぼほぼトラブルがないですよね。まあそういうところも本当に機械としてよくできてて優秀だなって感じさせるところですよね。なかなかね、機械としても魅力あるし、機械のこの仕上がりとしても優秀なところが、この両替機のいいところですよね。ではね、今回はこちらのね、両替機の中身の仕組みを詳しく解説しました。この動画が面白いと思ったらね、高評価よろしくお願いします。ではね、今回の動画は以上です。次の動画も皆さんにチャンネル登録お願いします。それでは、さよなら。駄菓子屋ゲーム博物館ニュース。ラッキーくじの一等に、スピンスタジアムが新しく入ったぞ。みんな、ラッキーくじをやってくれよな。